カピさっ、あれ死んでたな。これね、カービィと戦う時ってあんまり、カービィってさ、クラウド相手にバッタしないんですよね。地上に張り付くことが多くて、で地上に張り付いてるカービィに対してその強斬りを当てる時って、左向きの強斬りの方が当てやすいんですよ。だからカービィと戦う時はできればこのクラウドは右側を陣取っといた方が対処しやすかったり、逆に結構ジャンプピョンピョンする人だったら、相手だったら左を陣取った方がいいってね、使い手ならではの豆知識。そう、実は違います、文字の出方違います。左向いてるとさ、わかるかな、一画目の この字の形ってさ、左右どっちも一緒なんですよ。で右向いてる時って、そう、あの書き始めがな、外側から出てるから対空がしやすいっていう。そういうね、豆知識があります。そうだから左向きは、そう、あの地上の方が、地上の方が攻撃判定出て、前に出てるから対地に向いてるって話ですね。いや、ちゃう、多分キャラ対考えるんだったらこの辺結構大事な気がしますね。ぴょんぴょん跳ねるキャラ相手してるときはクラウドは左側に陣取った方がいい、できれば。書き順がしっかりしてるゆえのね。マサさん結構スマブラ歴長いから弟子と作ってもいいと思うけど、紳士的だからいい師匠になりそう。僕、俺を師匠にしてもいいんですよ。いやね、僕結構あれですよ、多分思った、あ、容赦なし。結構スマブラに関してだったらそこそこ厳しいと思いますよ。
わからないから教えてで、こうこうこう、これはこうでこうですよって教えて、でそこでデモって返ってきたら、じゃあもう何も教えないってなるもんそういうタイプの人間です。でもだってって言われると一気に何も教えなくなるタイプの先生です。いや、反抗許さないというかさ、それ言われたらさ何も言えなくない？だってそれが僕自分のやってるさ、自分の実践してる知識とか考えだったりするのに、それデモって言われてやらへんかったらさえってなりませんか？なんか仕事と一緒な気がするね、それは。それもね、あ、練習してできないだったら分かりますよ。練習してるけどできませんでした、あ、だったら、うん、どうしようかなって考えるんですけど、多分、まあ、僕過去にそういうこと言われたことがあるから、重たいよ。教えてって言われてそういうこと言われたことあったから、だからあんまりその教えてって言われない限りは何も教えないし、そこででもだってって飛んできたら何も教えないそんなもんだと思うけどな。重いんですけど。動いたか動いてないか。お前に俺は倒せない。